本日ご紹介するのは、90年代に小室ファミリーの一人としてヒット曲を連発、歌手でタレントの華原朋美さんです。華原さんは1974年8月17日生まれ。ご実家は千葉県内で鉄鋼関連会社や老人福祉施設などを経営されており、母親や兄弟も全員経営者という裕福な家庭のお育ちです。男兄弟の中一人娘として生まれた華原さん、3歳頃に始められたという趣味の乗馬は、高校3年生の時に出場した1992年山形紅花国体で4位入賞という好成績を収められ、その後20年以上のブランクがありながらも、2016年の馬術の日本国内大会ジャパンオープンで優勝、また将棋の級も取得されており、 NHK 衛星第2テレビの大逆転将棋では司会も務められています。2021年にご結婚されており、お相手は当時華原さんの専属マネージャーを務められていた大野智弘さんです。しかしお二人は2022年に離婚。華原さんの現在の所属事務所は、ご自身が代表取締役を務める株式会社オフィス華原となっております。ちなみに華原さんにはお子さんが一人いらっしゃいますが、お子さんの父親は大野智弘さんではありません。お二人が出会った頃にはすでにお子さんがいらっしゃいました。公表されておりませんが、お子さんの父親は外資系企業に勤める一般男性とのこと。華原さんはその男性とはご結婚されずに、シングルマザーとしてお子さんを育てていらっしゃったようですね。華原さんのデビューのきっかけは、高校1年の時に全日本国民的美少女コンテストに応募されたことに始まります。しかし本選の事前親子面接でお母様が芸能界入りには反対と発言されたために、本選に出場できませんでした。それからというもの、ご自宅に芸能事務所からのスカウトの電話が入ってくるようになり、芸能界を強く意識されます。そして高校3年の時、乗馬に打ち込む一方、芸能事務所アバンギャルドにスカウトされ、ついに芸能界入りされることとなりました。デビュー後はモデルやグラビアアイドルとして活動。その最中、バラエティ番組天使の産毛にレギュラー出演時、視聴されていた小室哲哉さんに見初められ、番組プロデューサーを介してほどなく交際が始まります。華原さんは当時20歳で女優志望でしたが、その歌声を聞いた小室さんは涙腺を刺激する歌声と感動され、ボーカルレッスンをすることなく歌手デビューが決定。素晴らしい才能ですね。そこからは先にも紹介した通り、ヒットを連発されました。波乱万丈なイメージの華原さんですが、とんでもない才能と実力を兼ね備えていらっしゃいますね。2020年に開設された公式 YouTube チャンネル、ともおチャンネルも好調な華原朋美さんのこれからの活躍にも注目です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。